ッチの際、男性の勘違いしてるなぁとつくづく思う行為は。あー、これはね、めちゃくちゃあるんだけど、前戯をガシガシやればいいと思ってる人が多いかも。デリケートゾーンってめちゃくちゃほんと名前の通りデリケートなんですよ。なので、ガシガシってやられると傷がついちゃうし、時には血が出ちゃうんですよ。で、その後ってすごい、なかなか、感じたになりやすかったりとか、傷があるだけでなっちゃうことが多いの。ね、それほどデリケートなの。だから、爪は絶対短くしてほしいし、衛生面、めちゃくちゃ綺麗にしてほしい。ね、ガシガシやらないでほしい。もうほんと、全女子が願ってるはず。優しく、女の子のほんとに反応を見ながら、こう探るようにやってほしいです。で、ガシガシは気持ちよくないし、アダルティーな動画の時だけだからね、女優さんも頑張ってます。信じないでね、全部。ガシガシは NG でお願いします。痴漢被害は受けたことはありますか？あ、痴漢は、微妙ですね。満員電車に乗ってて、わざとなのか、そうじゃないのか、微妙でした。し、なんか私も結構もぞもぞ動いちゃってて、当たりに行ってたって言ったら変ですけど、こう、カバンをリュックね、背負ってたの。そのリュックを前に持ってきて、こう、ごそごそやってたの、カバン開けて、後ろがもう完全に手だった。お尻に対して、こう、ずっと手がこう、こうあったから、痴漢だと思うんだけど、わかんなくて、初めてだったから。初めてだったからとかしか。でも初めてだったからわかんなくて、そう。多分あれは痴漢経験。18、19くらいじゃなかったかな。多分って言ったらおかしいか。自分の経験なのに。痴漢だと思います。はい。